でしたら新しいことを学びに行きませんか。 私は一日中これを読んでいられます。 でも多分退屈して不具合を起こすでしょうね。 でも夜でも対応しますので、お好きな時にお寄りください。 私に睡眠は不要ですからね。 探してるのは密輸ができるならず者だ。 多分君は違うだろう。 ヤビン4に輸送する物資が山ほどあるんだが、俺の船は帝国に見張られてる。俺が立てばウォンプラットバーガーに飛びつくガモーリアンのように追ってくるだろう。そこで考えた作戦は、俺が船で奴らの気を引いている間に君が基地に積み荷を運ぶというものだ。帝国の相手をしながら積み荷運びは厳しいからな。やるか。よし。 積み荷を君の船に積み込んだら、陽動作戦を開始する。でも、油断するなよ。帝国のお友達の中には、抜け目のない奴もいる。 あなたのような方々にさらにこき使っていただけますね。
あなたもあのクリスタル見たわよね。どうやったら取れるかずっと考えてるけど、なんだか蜃気楼に思えてきたわ。ねえ、あなたは蜃気楼じゃないわよね。
3PO 我が創造主ああ兄様お戻りになると信じてましたオーウェン・ラースだ母はどこですここにはおらんよ趣味の亭主だ捕まったのさ帰る途中で奴らにタスケン・レイダーの人狩りどもだどこへ行くんだ母を探します行っても良い結果にはならないかもしれんぞ構いません母を見つけますアナキン様心中お察しします何を言ってるお前も来いタスケンレイダーが古い墓の目の前に野営してるんだ
何かを感じるぞ。こっちだ。母はここだ。近くにいる。ママ。なぜ助けられなかった？アナキ、長距離用の通信機が壊れてしまった。メッセージをコルサントへ転送してくれ。賞金稼ぎのジャンゴヘッドを追いかけて、カミーノにあるクローン施設の方からジオド施設のドロイド工場に来ております。ドゥーク伯爵がドロイド軍を編成。お待ちを。アナキ、その場にとどまれ。何としても議員を守るのだ。伯爵には我らが当たる。オビワンの救出に間に合いません。オビワンを助けに行きます。私を守るなら一緒に来るしかない。パドメ、マスターウィンドゥからここを動くなと命じられた。命じられたのは私の警護です。さあ行きましょう。オビワンが危ない。
よくも我が戦艦を破壊したな。やはり交渉するべきだったか。上司に報告してやるからな。
つの力は増し続けて、お前なんか無理じゃない。ご機関勢力の皆様、どうか速やかに撤収し、別の船を占拠くださいますようお願いいたします。